天才王子の赤字国家再生術相談。売国仕様は、ドバトールによる日本のライトノベル。イラストはファルマーロ。が文庫より2018年5月から刊行開始。このライトノベルがすごい。の2019年度版では、新作部門において4位。2020年2月時点で、シリーズ累計発行部数は25万部を突破している。 メディアミックスとして無駄の作画によるコミカライズ、そうだ、売国仕様天才王子の赤字国家再生術が、漫画アップにて2019年10月からコミカライズが連載中。また、天才王子の赤字国家再生術のタイトルで、テレビアニメ化も企画されている。ナトラ王国の王子ウェインは、若干16歳だが、不王の急病によって、急遽、殺政として、 国政を任されることになった。ナトラは北方の小国で資源もなく経済的にも軍事的にも弱小。何か改善しようとしてもその資金も人材もないという八方塞がりの状況であった。ウェインは時代の名君として将来を嘱望され、進化や国民からも敬愛される存在だが、実は大の怠け者で聡明であるがゆえに、 自国の状況をよく理解しており、あわよくば他国に国を売り払い、悠々自適の隠居生活を企んでいた。そんな折、派遣国家、アースワルド帝国の皇帝も病に倒れ、さらに後継者を指名しないまま休止してしまう。東側諸国に混乱が広がる中、ウェインが国を売ろうとして仕掛けた作望はすべて思いがけない方に転び、期待の名君として、 国の内外に性望を高めていくことになる。物語の舞台となる、ブルーノ大陸は中世ヨーロッパ的な文化風俗の世界であり、大陸中央を縦に険しい山脈が走り、大まかに東側と西側に分かれる。東側は、カリスマ性のある皇帝の一代によって、アースワルド帝国が急速に台頭し、その軍事力をもとに侵略による平や、国化などで東側を、 ほぼ統一している。一方西側は大宗教、レベティア教の権威が強く、絶大な権力を持つ先生公と呼ばれる七人を中心にまとまっている。東側と西側は文化や価値観に違いがあって対立関係にあり、互いが互いに、いずれ自分たちの影響下において大陸を統一したいと考えている。主人公の国、ナトラ王国は、 大陸東西のほぼ中央、最北端に位置する小国で東側に属する。歴史は大陸でも有数の長さを誇るが、その立地上、春は短く冬は長いという気候で、さらに国土の大半は荒のである。資源もなく、これといった産業もなく、主要公易路から外れているため経済的にも恵まれていない。それゆえうまみがなく、 隣国から侵略されることもなかったが、逆に言えば長く戦争経験もないため、軍事力も貧弱である。しかしながら、歴代の王は、明君が多く、近隣諸国とは友好関係に努め、東側諸国の一員として、帝国とも友好関係にあり、物語開始時点では、帝国の中流軍がいる。また、交易路としては廃れたが、 山脈を超える西側への数少ない航路がある。物語開始時点では、帝国はほぼ東側を統一し、数年のうちに西側への進行を開始する状況であった。しかし、カリスマ性のある、現皇帝が後継者を指名せずに休止したために、帝国は政治的混乱状況に陥り、それが東側全域に波及し、かつて帝国に侵略された国や地域が、独立や、 失地回復を狙うなど、戦乱の兆しがある。恋の項は、テレビアニメ版の声優。大陸東側に属し、主人公が治める弱小国家。本国マーデン公領三冠末でナトラに併合された、旧マーデン王国の中心地域。ゼノビアが公爵に任命され、マーデン公領として、自治権を持つ。大陸東側を事実上統一した、派遣国家。 物語開始間もなく皇帝が病に伏し、そのまま亡くなったため混乱状態にある。後継者候補として3人の皇太子がいるが、各派閥は実力白昼しており、清掃が長引いている。皇族管理、軍人都市や俗領の人物大陸西側に属し、ナトラの西側に位置する隣国。ナトラと同じ小国であったが数年前に、金山が発見され、経済的に裕福となる。 内政においては、元来のマーデン人からなる、喫水派と、マーデン王が、国外から登用した、外来派による激しい清争がある。一環において、帝国の混乱を見てナトラに侵攻するが、逆に金山を取られた上、大国、カバリヌに攻め滅ぼされる。その後は、解放軍が組織されたが三貫末において、カバリヌ領になった部分も含めて、完全にナトラに平凍され、 ゼノビアが治めるマーデン皇領となる。ナトラに併合された以降の登場人物は、マーデン皇領を参照。大陸西側に属し、先制行為にある大国。参観の舞台。マーデンの西南側に位置し、一貫終盤でナトラの占領地以外のマーデン領を征服したため、ナトラとは隣り合わせとなっている。参観の出来事によるオルドラシセの死後に、国政は混乱していたが、 八海までに、オルドラッセの息子であるスキレイが新たな国王となっている。大陸西側に属し、先制行為にある大国。マーデンの西方に位置し、井戸はほぼ、ナトラと同じ北方の国ながら、不登校を有して、経済力に優れ、軍事力も高い。これら国力は、グリエールが一代で、飛躍的に高めたという。大陸西側に属し、ソルジェストの南方。 マーデン皇領とも国境を接する王国。五冠の登場国。先制行為にはないが、歴史は古く、レベティア教が盛んで保守的な国。国境を接するソルジェストとは何度も戦い、グリエエルの恐ろしさを知る。大陸の南側に位置する海洋国家。六冠の舞台。王は海しるべと呼ばれ、王権の象徴である虹の王冠を所有する。 ザリフ家によって代々収められてきた。また海道以外に6人の海士と呼ばれる有力者がおり、それぞれが有能な船乗りでもある。ウェインが外交のため訪れる少し前に元王のアロイザリフがかつて追放された長男レグルに打たれ内乱状態にある。大陸生誕に位置する東西南北4つの都市国家による連合国。旧館の舞台。 先制行為を持つ国だが、外交を司り、対外的な顔役となる党と丸党の代表がそれにつくというルールがあり、内政においては、各都市の代表同士の権威は対等。非常に排他的な国民性を持ち、都市同士も自分たちが主導権を握るべく常に対立している。大陸全土で広く信仰される宗教、トップは西欧。特に大陸西側では、 権威が高く、教団の方針を決められる先生校の資格を持つ7人の王と聖王代理としての福音局局長が力を持っている。100年前のキルクルスの例をきっかけに生まれたレベティア教の文化。元は大陸東部のレベティア教の信徒。レベティア教本体からは遺憾と見なされている。それなりに力があり、アースワルド帝国の国境になるまでは狙っていない。 ものの、大陸西部への進出を図っている。天才王子の赤字国家再生術のタイトルで2022年1月より、東京 MX 他にて、放送予定。ウェイン役の斉藤蕎麦と、ニニム役の高橋リ恵による、ウェブラジオ、天才王子の赤字国家再生術そうだ。ラジオ仕様が、2021年10月22日より、オトイズミにて、月1回配信。そうだ。 売国使用天才王子の赤字国家再生術に関するカテゴリー。天才王子の赤字国家再生術に関するカテゴリー。ありがとうございます。